アンダー17日本代表に選ばれたのは日照学園高校1年の高岡蓮人選手です。高岡選手は去年の選手権県大会決勝で途中出場ながらハットトリックを達成するなどスピードと得点力が持ち味の選手です。県サッカー協会によりますと県内の選手が世代別日本代表に選出されるのは9年ぶりだということです。本当に小さい頃からの夢で、まずは一つここを通過点にしてこの代表に入ったからって満足せずにもっと前進して努力を怠らずにやっていきたいと思います。高岡選手は今月18日からアンダー17日本代表としてアルジェリア遠征に参加します。